あれサラダチキン好きで食ってる人じゃない？しみる。うわ本当だ、サラダチキン好きで食ってる人だ。この繊細な味付けがいいんだよな。そんなわけねえだろ。サラダチキンなんて我慢して食うもんだろ。あんなの食べるノルマだからな。味を楽しむなんて発想がねえ。最近どんどん体重が落ちちゃっててさ、もっとたくさん食べなきゃダメだよな。それのせいだよ。効果出ちゃってんじゃん。今すぐファミチキン取り替えてこい。うわ最悪、間違えてハーブ味買っちゃってるじゃん。むしろラッキーだろ。これこれ、洗って食ってる。味がなければないほどいいんだ。味の断捨離してんのか。あーでもさすがに飽きてきたな。いただきます。無味から無味。まだ何も食ってないのと一緒だぞ。こりゃ正真正銘味のミニマリストだな。ねえ、あれソースなしでナゲット食う人じゃない？うわ本当だ、ソースなしでナゲット食う人だ。このプレーン感がいいんだよな。なわけねえだろ。ナゲットなんてソースを食うもんだろ。あんなもんソースの脇役だもんだ。あれだけ楽しもうなんて発想がねえよ。てかさ、さっきナゲットのソースなしでって注文したら店員さんに爆笑されて、なんでなんだろうな。それのせいだよ。伊藤先生面白わと言っちゃってんだよ。今すぐソースもらってこい。最悪、胸焼けしてきた。これ衣剥がして食ってる。料理じゃなければないほどいいんだ。衣の断捨離してんのか。さすがに飽きてきたな。じゃーん、いただきます。無味から無味。さっきから何も食ってないのと一緒だと。あれは正真正銘ファストフードのミニマリストだな。あいつまだ乾パン食ってるよ。あいつパンだけ食ってるよ。気持ち悪い。